レパントの海戦は1571年10月7日に起こったキリシアのコリント湾港のレパント沖でのオスマン帝国海軍と教皇スペインベネツヤの連合海軍による海戦である。オスマン帝国の東地中海への進出に対してそれまで消極的な対応をしていたスペイン王国は旧グラナダ王国での隠れイスラム教徒が 生活条件の悪化により反乱を起こし、オスマン帝国への支援を求めたことで自国の安全保障上緩下できなくなった。そこで支配下のジェノバやイタリアの諸都市、マルタ騎士団等から最大限の戦力を集めた。また、強硬量の海軍には、スイス傭兵やフランスからの志願騎士も参加した。一方、もともと海運国ではなかった、オスマン側は北アフリカの海賊の頭目を、 アレクサンドリアやアルジェ、チュニスといった土地のパシャに任命し、海戦喉に召集していた。この海戦は、西ヨーロッパ市において、大海戦でのオスマン軍に対する勝利であり、オスマン帝国の地中海での前進を防ぐのに役立った。また、オスマン側の敗戦がギリシャとアルバニアでの放棄を誘発し、バルカン半島での支配も一時揺るがすこととなった。デパンとの海戦は、 バレエが主力をなす、大会戦としては最後であることが知られている。1570年にオスマン帝国のスルタンであるセリム2世がキプロス遠征を行い、ベネツヤ共和国は同年にキプロス防衛のためにカトリック共和国の艦隊を結集させようとしたが、スペインが消極的だったため、翌年8月にファマグスタが陥落し、キプロスはオスマン領になる。これに、 危機感を抱いたローマ教皇ピウス5世の呼びかけに応じてスペインも動きカトリック諸国の連合軍新生同盟が結成された新生同盟参加諸国の艦隊は9月にシチリアのメッシーナに集結連合艦隊を組んで闘進した10月7日オスマン帝国艦隊と接触した連合艦隊は決戦に及んだ カトリック教国の連合艦隊は300隻からなり、有能な指揮官、ドン・フアンデ・アウストリアによって指揮されていた。オスマン帝国の艦隊側は、メジンザードア・リパシャに率いられた285隻であった。両軍とも大多数をガレー戦が占めていた。カトリック連合側には、疾病の流行により若干の戦力の減少があり、オスマン側は疾病に加え9月中旬の 人予定が延長されるなど、長期の活動による、必需品と武器弾薬の補給欠乏によって、戦力の減少と士気の低下を招いていた。連合艦隊側では、総司令官、ドンフアンが小舟で各艦に激励に回っていた。天候は快晴。東からの微風が吹き、オスマン艦隊にやや有利な状況である。連合艦隊は、 右翼ドーリア艦隊71隻を中心に107隻。左翼がドン・フアンの艦隊89隻を中心に114隻。左翼後方にアゴスティーのバルバリー湖艦長の艦隊55隻。後衛にはサンタクルースの30隻が控えている。オスマン艦隊は右翼マホメット・シャルーク艦隊60隻。左翼クルチアリ・パシャ艦隊100隻。中央が ベジンザードアリパッシャの直属艦隊93隻。さらに後衛に22隻がいる。海戦。風向きが西に変わり、オスマン艦隊に砲を下ろすための隙が生じた。ここで先行する連合艦隊のガレアス戦が、オスマン艦隊を射程距離に捉えて、砲撃を開始。これにより多くの損害が出たが、オスマン艦隊ガレイ戦は速やかに両脇をこぎ抜け、ガレアス戦が、 この後戦闘に加わることはなかった。戦場の北、連合艦隊左翼、バルバリー五艦隊は、オスマン艦隊右翼シロッコ艦隊が後方へ、回り込むのを防ぐため、海岸近くまで船を寄せていたが、地形に詳しいシロッコ艦隊の6隻が、連合艦隊後輩に回り込むことに成功していた。激烈な戦闘が展開され、機関で指揮を取るバルバリー五司令も右目親で居抜かれ、 致命傷を負い、指揮官不在の連合艦隊は崩壊しかけるが、隙を見て横付けした援軍により、難を逃れた。指揮権は、バルバリー語の老いマルコ・コンタリーニが継承した。一方のオスマン艦隊のシロッコも槍に胸を貫かれ、戦死した。オスマン艦隊は、大混乱に陥り、先を競って離脱を図ったため帰って船を衝突させ、被害を出した。戦場の南、 連合艦隊右翼、ドーリア艦隊は、オスマン艦隊左翼、ウルグアリ艦隊と対峙し、互いに包囲されるのを防ぐために、南へ移動していた。中央部隊も大撃戦であった。特に両軍の早期艦が衝突した。ドンフアンのガレー戦は、ドーリアの震源により、昇格を短くしていたため高い位置にあり、射撃の最有利であった。この戦闘によりアリパシャが戦死したため、 オスマン艦隊の機関は投稿した。双方のガレーの会では、キリスト教徒とイスラム教徒の奴隷で構成されており、打破されると、キリスト教船員は上がって、連合組へ加勢した。戦場の南では、ドーリアとウルグアリが南へ移動し続けていたが、やがて、ウルグアリは北への転身を図る。そこへ、連合艦隊左翼部隊、中央部隊で戦闘に決着がついたドンフアン及び、 サンタクルス港がドーリア艦隊の救援に赴き、さらにドーリアも北へ転身した。すでにシロッコ、アリパシャ、アソンとも戦死しており、これ以上の戦闘は無益とウルグアリ艦隊は戦線離脱した。士気の低かったオスマン帝国側は戦闘開始1時間半で早々に逃亡を始めている。なお、致命傷を受けたバルバリーゴは2日後に死亡して、他にも 艦長クラス以上の戦死者も出たが、全体として、カトリック同盟側の損害は軽微である。デパントの海戦、フェルナンド・バーテリー作結果は、オスマン帝国の大敗に終わった。海戦に参加したおよそ285隻のうち、210隻が打破され25隻が沈没、逃走が確認されただけでも25隻で母校に、戻ってきたのは、わずか4隻だけであった。 三万人の多くが捕虜となって奴隷となるか処刑され、戦死、または行方不明者も少なくなかった。オスマン帝国艦隊側のガレーの創主となっていた、キリスト教徒の奴隷一万二千人が解放された。この戦闘は、西欧の軍隊がオスマン帝国に大きく勝利した最初の戦いとなり、ヨーロッパに大きな心理的影響を与えた。しかし、 その後スペイ王国とベネチア、法王は足並みが揃わず、勝利をさらに前進させて、当初の目的である、キプロス島奪官などの利益を獲得することができなかった。大敗といっても、帰還時期を誤った、オスマン帝国側の帝徳の戦術的失策によるもので、この改戦の結果が、即、西を、オスマン帝国の軍事的均衡につながるわけではなかった。 オスマン帝国は艦隊の再建に取り掛かり、6ヶ月後には大艦隊の偽装を完了した。ベネツィアから脱出していたキプロス島の権利を活用させるなど、地中海における優位性を依然として維持し、地中海の西側においてもスペイン王国が正海権を確保するのはまだ先のこととなる。小説ドンキホーテの作者ミゲルデセルバンテスも参戦したが、 左手に銃撃を受けたという、ありがとうございます。